こんにちはアカデミー堀秀です、えー、オーストラリアアマゾンで販売する商品探し、儲かる商品探しね、えー、どんな手順で探すんでしょうかとか、まあ、どこでね、えー、どういうふうに探すんですかというのをね、やっぱ質問いただくんですけど、まあ、その、まあ、戦術的というかね、具体的な、まあえー、ことよりも、まず大前提として、えー、興味のある商品を扱う、ね これが非常に重要です。まあ、木に例えるとね、えー、どこで探すとかどんな手順っていうのは、まあ、木の枝とか葉っぱの部分でね、えー、何を扱うか興味のある商品を扱う、強みが持てる強みのある商品を扱うっていうのがもう本当に木の幹とか根っこの部分でね、えー、ここを間違えると、えーまあ、優秀な人でも儲からないというのをね、えー、つくづく痛感してます。まあ、10年間、まあ、転売サポートしてますんでね、 えー、この興味を持てる商品を扱うっていうのを、まあ、おろそかにする人にもたくさん会ってきてますね、えー、だけどまあ結局興味の持てない商品を扱っててね、えー、長く安定して稼げてるという人はいません、ねまあ、商品探しをしていてね、えー、楽しい商品、ね、興,興味が持てる商品を扱うことが本当大切です、まあ、商品探しのサポートをしていて、まあ、楽しいと ね、あるいは面白いという感想をくれる人は、まあ、順調に商品が見つかり、トラブルは少なく、ライバルの出現も遅いと、ね、いいことづくめです。まあ、一方、まあ、商品探しのサポートをしていて、めんどくさい、まあ、大変だと、難しいというような、ね、感想をくれる人は、まあ、なかなか商品が見つからない、ね、見つかったところでトラブルが多い。 そしてね、えー、見つかってトラブルがある、それのみならず、ね、すぐにライバルが出現して、飽和する商品ばかり選ぶという傾向があります。まあ、つくづく思うのはね、人は今持っている知識や経験、強みを過小評価すると。ね、今まで、まあ、20年か30年か40年か50年か60年か、ね、生きてきて、まあ、それこそ何万時間もかけて身につけてきた経験や知識、まあ、それを過小評価する。 まあ一方でね、人は自分の努力や根性、新しい知識をつける能力を過大評価すると、ね。今まで何十年生きてきて知らなかったことを、今後わずか数ヶ月とかね、一年でその稼げるレベルにね、自力で見つかるか、まあ相当厳しいと思いますからね、まあ、その転売商品選びというのはもう強みを持っている商品、今現時点で探せる商品、ね、強みがある商品を探す方が近道というか、 興味がない商品をね、扱って儲けるというのは相当な回り道というか、ねえー、まあ、全然お勧めできないですね。まず、ね、興味がある商品、趣味で使ってる、集めてる、これを扱うのがね、えー、もう一番いいです。ねえー、やってて楽しいんでね、えー、同じ時間調査しても、えー、成果は出やすいですし、また短い時間で商品見つかる、いいことずくめ。 これは別にね、手品でも秘訣でも何でもなくて、まあ、1万時間プロの法則と、ね、物事に1万時間を費やすと、まあ、お金がもらえるプロのレベルに到達するという法則があります。まあ、1日ね、3時間とかだったら、まあ、3年ぐらいですね、かければプロになると。 で大抵興味があってコレクションしてるとかね、趣味で使ってるとか集めてる。まあ、これはもうプロの域に達してますんでね、えー、別に新たなものはもうちょっとしたヒントとかちょっと買って売るだけでね、えー、すぐに勘どころか分かって、えー、楽に稼げます。それから次が、強みがある商品。仕事のあるやつ扱ったことがある商品。まあ、これもね、1万時間プロの法則をクリアしている場合が多いです。まあ、これがね、えー、20まででこれが、えー、強みがあるのが丸と。 これはもう非常にいいんでまず何とかしてねこの商品を見つけるとでこの商品がなくても興味が持てる商品を選ぶっていうのは非常に重要ですで一方ねそれを無視して数商品数勝負経費削減でやるのはしんどいです、まあ、なぜならねビジネスとはまあ戦争ですからね戦いの場に上がった以上は一番にならないと死ぬと、ねえー、全体のジャンルじゃなくてその 扱う商品、1商品でいいんですけど、まあ、そのね、販売する1商品については、えー、一番まあ仕入れもうまい、ね、あるいはあの商品知識もあるとかね、えー、そういう強みがないとダメです。儲からないです。えー、2番以降はやっぱ儲からない。まあ、これはね、商売の基本ですけど、Amazon でも一緒ですで。興味がなかったらね、人の2倍努力もしなきゃいけないと。でもね、普通は2倍努力って、 できないですからね。そうなると、興味もない。人の二倍努力もできないと。そうなったら、勝ち続けられるわけがないとで。今までこの興味がない商品でもね、差額があるなら、儲かるなら興味を持ちますということでね、この興味が持てる、持てないを無視した商品選びをしている人は何人かいましたで。そういう人は大抵ね、優秀です。非常に優秀です。逆に優秀だからこそ、興味が持てない商品でも差額は見つかります。ただ、 優秀なだけで差額を見つけたんだとね、興味があって優秀な人も当然出てきますんで、やっぱ興味がある人出てきちゃったらね、勝てないと。ね、商品に愛着もない、興味を持てないのにね、そんな毎日毎日検索できるわけがない。す、ね、べての何かを見てそのヒントに結びつけられるわけがない。一方ね、興味がある人はそれを結びつけられることができますんで、まあ、優秀で興味がある人が出てきたら負けちゃうと。 逆に優秀でなくてもね、えー、普通であっても興味が持っている人に、えー、ライバルになった場合には、アマゾンの場合、商品を選ぶだけが勘どころなんでね、負ける可能性が高い。なぜなら優秀なだけに、あ優秀なだけというか興味があるだけにね、えー、扱っててね、大して儲からなくても苦痛にならないと。ね、だって好きな商品を売り買いしてるわけですから、楽しいという感覚の人はね、えー、やっぱり 利益が薄くてもやってくる、あるいは、ね、安い時に仕入れてたんで、同じ値段で売っても利益が出ちゃうというようなことがありますので、まあ、かなり分が悪いです。あるいは、まあ、節約できる人、これは、ね、経費削減で儲からない商品を儲かる商品に変えることができます。例えば、ね、輸出ですから一番大きなコストになるのは安い商品だと輸送コストです。 これはね、ダ、え、ン、ー、ボールに入れて EMS で送るよりも、えー、まとめて、えー、かなりの量で、えー、民間のね、フェデックスだの、えー、DHL に頼んだが安いと、まあ。さらに言えば、もっと量を増やして、えー、コンテナで、えー、飛行機で運べば安い。もっと言えばね、えー、船をチャーターするようになったらいや、すごく安いと。飛行機や船をチャーターするようになったら、すごく安いと。まあ、そんなライバルいるんですかって言うんですけど、 アマゾンそのものはね、船や飛行機をチャーターして物を運べる、当然資本は楽に持ってるわけですから、その、ある程度売れたらね、アマゾンが参入してきたらすぐに負けると。だからね、この、努力とか経費削減で利益を出すというのは、アマゾンね、その、世界中の誰もが、世界最強のね、世界一の時価総額を持つアマゾンそのものがライバルだって考えたら、 まあ、無謀な戦いというしかないと。まあ、そうなったらね、えー、自分が興味を持てる分野で、えー、利益が出るところを見つけるというのしかありません。まあ、個別サポートであればね、えー、まあ、無駄遣いを散々してきたまあ私がね、えー、個別にサポートしてますんで、まあ、ある程度ね、えー、儲かる商品に誘導して、えー、大して興味が持てなくても、これ差額出ますねって、えー、見つけて、利益をけてもらうことは可能です。ただ マニュアルサポートを受けている方は、もうこの、えー、興味が持てる商品を、えー、見つけないと儲からないっていうのは、もう徹底してください。あの、差額だけ見つかればいいやって言ってもね、えー、まず見つからないです。見つかってもすぐ飽和します。ねえー、すぐ飽和しちゃうんですよねって人は、えー、よくよく聞くと必ず差額だけで選んで興味持てないとで。興味持てないからね、なんでその商品を売ってたらこういう売り方しないのかなとかね。 なんで仕入れをこう変えないのかなとか、なんで改良しないのかなっていうのを何一つやってない。ただ差額だけ見つけて商品を右から左に流して、差額が少なくなったら競争は厳しくなったとか、飽和したとか言ってるわけですね。まあ オーストラリアについては、それでもね、その、えー、飽和するまでに、まあ、数年間あるでしょうから、その間、設けられることも可能でしょうけど、逆に、えー、そういう美味しい場場市場なわけですから、興味が持てる商品を見つけたらね、えー、もっとその数倍設ける、えー、余地がありますんで、この何がどうとか、差額がどうとかいう以前にね、扱ってみて、これ面白いなと、まあ、この商品だったら、いろいろ、えー 工夫する、え、アイデアが浮かぶとかね、見てて楽しいとか、商品探しして楽しいという商品を選ぶというのを、まず大前提にしてください。まあ、次回このね、メルマガでここの店でこんな風にして探しますとか、まあそういう話もしてきますけど、まあそういう細かいね、え、技術的、戦術的なこと以前に、この興味が持てる商品を扱うと。ね、逆に興味を持てない商品は扱わないという風にね、え、決めるのが、むしろ、 急がば回りでね儲かかる商品探しの秘訣かなということです、まあ、これね、うん、何人だ、2000人以上の、ね、人にサポートしてますんで、まあ、はっきり言って例外はないですね。えー、短期間で儲かることはあっても、興味が持てない商品、ね、儲かるからやってるだけですって人は、まあ、大抵、なんでねそんな能力があるのに、 そんな利益率の低い商品をやってんのかなっていうのはよくよく考えるとあるいは振り返ってみるとみんな同じことを言ってたなというのが本当に思い出されますまず商品探しは興味が持てる商品を扱うことが重要というのをねまず第一原則として商品探しに入ってください以上天馬アカデミー堀秀夫でした